ちゃこんにちは、ゆたかさん。はい、はい、今日は月曜日。月曜日、はい、ね、毎週月曜日はさ、はい、休んでたんだけど、月曜日はね、ニュース系、まあ、例えばその DNA を特化して、まあ他のニュースもね、他の球団もニュースも入れていくけど、面白いニュースはね、まあ DNA にちょっと偏った気にしたいなと思って、まあ DNA ニュースということで始めたいと思います。はい、今年からじゃあ新たに月曜日はそういう日にしたいと思います。わかりました。はいはい、じゃあ最初の今回は、最初はね、やっぱり今年からだから、まあ今の時期って言ったらもう入寮、ルーキーが寮に入ってくるというね、まあいうことで、まあ思い出すな。どんな感じでしたか？いや、やっぱ緊張感に包まれてるというかさ、はい、やっぱこれからやるぞというか、まあ、これから勝負だなとか、なんかこう、まあ巨人の星で育ってる人間とすれば、なんか入寮とすればものすごい厳しいところに入ってきたなという、まあその学生時代に先輩後輩の上下関係はないにしても、やっぱ競争という意味ではね、すごいなんかこう厳しい世界に入ったなっていうような気がしますよね。じゃあワクワクっていうよりはなんかこう緊張したような、やっぱなんかこれで一生が決まるみたいな、そんな緊張感で入ったのは覚えてるけどね。さあ、そんな感じで DeNA の新しく入寮する選手たちもまあそうだね、ね、今年はなんかエピソードを持って入ってきてるよね、いろいろね。そうですね、まずドラフト1位の明治大学から DeNA 選手は手紙が大好きということでファンレターをたくさん持って、直筆で書かれたファンレター 2,30 通を持ってお手紙、うんうん、そうだね、持って入寮、手紙が好きでモチベーションになっていましたということで、うん、まあでもさ、今その現在 SNS がね、はい、まあ、盛んに使われてて、まあ、メールだとか LINE だとか、まあ、いろいろある中でね、やっぱこう心を込めて字を書くということ、うん、またその字を心を込めて書かれたファンレターをいただくということが、はい、すごく好きなんだろうね、はい、だから気持ちのある選手だと思う、うん、で明治大学出身でしょ、はい、まあ、昨年森下が大活躍したように、はい、やっぱ一つの上の先輩を目標に、うん、こうなんていうの、迫っていくというかさ、はい、なんかいい先輩を持ったなっていう、まあ、話も多分しただろうしね、森下さんプロとはね、うん、だからそういうことを教訓に、まあ、頑張ってほしいなっていうふうに思うよね、はい、でまた初詣に行く時間がなかったそうで、はい、そんなに忙しいの、今日行ってこいよみたいな感じだけどさ友人に LINE でおみくじを引いてもらってきたら、偶然にも番号が背番号と同じ22番ので、まあ基地だったそうなんですけど、まあ、すごくありがたいことでっていうことで、まあね、うん、普通から始まった方がええよ、基地ぐらいから、ね、でも22番っていうのに、はい、やっぱ縁を感じたんじゃないのかな、はい、それをね、あ、頑張ってほしいと思います。はい、はい、でなんか部屋も、うん、こう313号室っていうのが出世部屋っていうふうに言われてる部屋らしくて、うん、はい、そこに自分が入れたっていうこともまた良かったっていうことで、真摯に頑張ろうというふうに意気込んで、まあでもね、そういう出世部屋っていうのは大体ドラフト1に割り当てるからさ当たったわけじゃなく、もともと用意されてたんだよね。まあそんなもんだよ。それでまあそこも本人は意気込んで喜んでいる。なるほど、頑張って、はい、もう喜んで頑張って、はい、はい、はい。で続いてドラフト2位の中央大学からの牧選手、後輩、はい、豊さんの後輩ですね、はい、牧選手が持って入寮したものがバット、はい、でこれが中学時代のリトルシニアのメンバー12人のメッセージが書かれたバットということで、まあよく色紙にあるよね、はい、頑張ってくれとか、いや、はい、俺もね、高校の友達だとかプロに入るときにね、大学の友達から連絡もらったりだとか、うん、そういうのってさ、すごくね、お前が誇りだとかさ、はい、言われると、はい、やっぱ頑張んなきゃなって、うん、なんかお前たちの代表で行ってくるよっていうような気持ちになるよね。モチベーションは上がるよ、うん、バットを持って、でまあこの入寮の日の朝、うん、お母さんが美容師をされているそうで、はい、でお母さんに朝髪をサイドを刈り上げて気合を入れてもらったっていうことで、うん、またこれもプロとしての第一歩をスタートさせるのにこう気持ちが引き締まったっていう、まあなんかお母さんっていうのがやっぱ最近は、はい、なんか寄り添ってる感じだよね、子供と。そうですよね、だから昔はさ、いやもう全然そんな親とかあんま関係なかったけど、
だからそういうなんか心温まるよね。はい、すごく心強いですよね。また牧選手もちょっとおみくじのエピソードがあって、牧選手は自分で初詣に行っておみくじを引いたら、うん、まさかの今日だった、うん、でそれがちょっと自分ではビビってしまったというふうに言われてるんですけど、まあね、でもね今日はもうそれ以下って、まあ、ほとんどないわけでしょ。なんかあったっけ今日の日だって大凶か。まあでも、まあ、そこからスタートするということでは、はい、もう上がるしかないから、はいはい、まあ頑張ってほしいと思いますよ。はい、まあ、本人も前向きに考えていますというふうに、うん、たださ、はい、なんか俺は後輩から連絡もらってね、はい、マギが挨拶したいって言うから、うん、電話番号教えていいかって言って、あいいよって言ってて、はい、挨拶がないんだよねまだね。だからそれいかんぞマギ。待ってます。待ってるよ本当に。まあ何を言うわけではないけどね。はい、はい、まあそれで、なんか今日のニュース、はい、今日のニュースというか土曜日のニュースだね、はい、まあ、そこには開幕戦、はい、巨人とやらなきゃいけないので、はい、まあ、巨人と開幕なんで、はい、まあ、菅野が FA で残留を決めたということでね、まあ、開幕戦当たると、ね、もう楽しみだというような発言してるけど、はい、まずはやっぱりレギュラー取らないとね、はい、まあ、ただねバッティングはね本当に使えそうだし、全日本に入ってねその姿も見たことあるけども、すごく広角に打てて、まあ、力強いバッティングができる、なんか村田 DeNA から巨人に FA していった、そういうような、まあ長打力は劣るかもわからないけども、そういう勝負強いようなバッターになってほしいなと思いますね。はい、続いてドラフト3位の松本選手ですね、はい、横浜高校からの松本選手。松本選手が持ち込んだのは、うん、チームの先輩でもある今永翔太選手のサインを。サインね、はい、まあまあ、まあ横浜高校ってさやっぱ地元だから、はいはい、やっぱこう地元のチームのファンであってほしかったし、はい、でまたその今永って DeNA のエースじゃない、うん、まあその人に憧れてるというね、はい、でももう今入った時点ではもうライバルになるわけだから、はい、今なんかすごいなじゃなくて、よしこの先輩を抜かしてやるぐらいの意気込みを持ってね、はい、頑張ってほしいと思いますね。はい、でドラフト4位の小深田選手、これ履正社高校から、ああ、はい、彼もバットを持ち込んで、で、ああ、ただこのバットは先ほどのバットとはまた違って、ああ、先輩、うん、高校の1年先輩の阪神の井上光大選手のバットを、ああ、これを持っていきなよ頑張れよということで渡された。ああ、ということでまたねこの井上光大っていうのがまたいい選手なんだよ、はい、将来はやっぱり4番候補ですごいパワーヒッターなんだよね。ただタイプ的には違うかもわかんないけども、はい、やっぱこう先輩からいただいたバット、まあ高校時代も仲良かったんだろうね、うん、1球違ってて、はい、まあそれでいただいたというのはさいいことだよね、はい、で俺も後輩にバットを渡したことあるのね、はい、でもそれで毎日スイングしてますっていう風な連絡もらうとさ、すごい嬉しかったもんね。だから履正社高校ってさ最近来てて、まあ、山田哲人もそうだし安田もそうだしさ、なんかいい選手をね輩出してるから、はい、まあ、頑張ってほしいと思いますよ、はいはい、でまた寮生活は初めてということで、初めて、はい、うん、もうすごく綺麗で過ごしやすそう、楽しみが大きいですねっていう風に話されてますね。まあね、でもね圧迫感あると思うよ慣れてくるとね。まあでも寮生活も団体でやることじゃない、はい、だからそういうのをね身につけて、まあ、頑張ってほしいと、はい、でドラフト5位のヤマハから池谷投手ですね、うんうん、両親からもらった高級マットレスっていうのもあるんですけど、はい、もう一つ、うん、幼馴染の友人からもらったというモンチッチ、あの、うん、お猿さんのぬいぐるみこれがベッドに飾っておいておくといつも癒されるということで嬉しそうに話してた。まあ彼女に癒してもらうのが一番いいんだろうけどさまあモンチッチに癒されるというね、うん、まあまあ人それぞれ癒しは違うからね、はい、だからまあ それはいいけど、なんかすごいぬいぐるみっていうキーワードっていうのは、はい、なんか今年の入寮見てるとさいろいろ出てくるんだろうけどもね、はい、いろいろ出てきて、はい、え、これ本当にみたいなこともあるけど、はい、まあ、最初に冒頭に言ったマットレス、これはねすごく大事、うんうん、で俺もマットレスを変えて、はい、これ現役の時になんで変えなかったのかなっていうのがあって、
現役の時にあったらマットレスがね、まあいいマットレスっていうのはいろいろ出てるじゃない、スポーツ選手が使うような、はい、だからそういうマットレスを使うと腰が痛くなくなったもん、本当に楽になった、だからすごくいいこと、はい、はい、まあ、両親から送ってもらったっていう、うん、ヤマハはね、俺が同級生が監督やったこともあるし、コーチで行ったことあるのね、はい、川の横にグラウンドがあってさ、はい、すごいいいグラウンドなんだけど、なんかそういう意味では他人とは思えないよね、うん、いや本当になるほど、そんなことなんですね、はい、そう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 。で次がドラフト6位、はい、静岡商業から。静岡商業、はい、静岡商業ってさ昔名門で、はい、今もう甲子園あんまり出ないんだけどさ、うん、俺すごい好きだったんだよね。だからさ商業高校好きですか。商業高校好き、松山商業とかも好きだし、はい、高松商業とか、はい、もう広島商業もそうだし、はい、昔商業が強かったから、はい、その中の一角だったからさ、はい、静岡商業、はい、で同級生の大石大二郎っていうのも静岡商業で、なんかライバルだったし、でもすごいなんか静岡商業、ああ懐かしいなって思うよね。その静岡商業から高田投手、うん、はい、はい、高田投手が持ち込んだのは、うん、大好物のみかん。みかんか。みかんを両手に今回は約10個を持ち込んで、でこのみかんっていうのがおばあちゃんが、うん、あのみかんを畑で作っていて、ああそのみかんを小さい頃から食べてて、ああもうこれを食べて育ったのでということで、なるほど、今回はみかん大好物だということね、はい、それとやっぱおばあちゃんそうですもうの畑を持ってるという、はい、はい、でもなくなったらまた送ってもらおうと思いますっていうことで、ああ殿崎がさ実家がリンゴ農園を持ってて、はい、お経営しててね、はい、アップルパンチって言われてるんだけど、はい、みかんってなんていうのオレンジパンチっていうのかな、なあだからまあでもそういう相性がつくぐらいね、はい、頑張ってほしいと思うし、俺もみかん大好きだからあんまり食べ過ぎるとね、ね お腹が出ちゃうからね、だからあんまり食べ過ぎない。でもみかんはビタミン C があってこの時期最高です、はい、はい、ね、今回の入寮のニュースを見ていてちょっと変わり種、まあ変わり種ってそういう記事を作ってんだろうけどさ、俺らの時はそれを持ってきたっていういろんなものをグッズを持ってきたとかそういうのはなかった、はい、で最近また今年特に、はい、なんかぬいぐるみ多くない？多いですね、なんかこう見てると、うん、ぬいぐるみをっていう人が何人なんか他にも、いやだからそのロッテの、はい、投手もそうでしょ、ドラフト2位のドラフト2位の中森投手、うん、心細くてって熊のぬいぐるみ2体と一緒にあの入寮して、うん、で自分一人だと心細かったので連れてきてしまいました、でずっと一緒に幼稚園の時から隣に寝ているんで愛着も湧いていますと意外に一面を明かしてくれましたと。中谷って言ったらさ明石商業でしょ、中森ね明石商業です、明石商業でしょ、はい、なんか投げてると精神力が強く見えてたんだけどさ、まあ、ぬいぐるみを持ってるから精神力が弱いっていうことじゃなくて、だそういうことがやっぱ支えになってたのかなと思うとさ、かわいいね、はい、とてもかわいいです、実家には熊専用の枕もあるということで、なるほど、専用の枕は持ってきてないのかな専用の枕は実家に置いてきちゃったんですかね、はあ、朝起きて自分の寝相が悪かったら熊が散らばってたりしたらそれを直すのもルーティンになってるって、なるほどね、もうそれぐらい、まあ、生活の一部にこの熊さんがいるみたいですよ、面白い、はい、はい、まあ、他にも、うん、阪神、はい、阪神は3人ぐらいぬいぐるみだよね、3人ドラフト4位の遠藤選手、うん、秋田県出身なんですね、うん、でそこのご当地品の秋田県マサルっていうぬいぐるみおじさんで、こう秋田県の皆さんを喜ばせたいし秋田県のぬいぐるみを持ってきましたって、お母さんがなんかお母さんの言うことを聞くんだね、そうですね、お母さんが親孝行で秋田県のことを思って頑張りなさいって言って、うん、あのプレゼントしたみたいで、ね、まあ、国元に置いておきますって肌に離さず新生活を共にするということです、なるほど、恋人みたいなもんだね、ですかね、うん、ドラフト5位の豊大学からの村上投手もこれぬいぐるみというか熊の抱き枕、抱き枕ね、はい、あ大学3年生の時に購入して、はい、もうこれがないと寝れない、寝れないということで、まあ頑張って早く活躍して彼女ができるといいな、はい
そうですよね。まあ、もう一人が阪神ドラフト6位の小川投手、これもお母さんからプレゼントされたスヌーピーのぬいぐるみ、うん、なるほどね、はい、キスしてる写真が出てるよね。そうですね。いや阪神大丈夫か、おいぬいぐるみばっかりでってオタクばっかりじゃないかみたいな、まあ、そんな気もするけども、まあでも、ね、一つの癒しとしてね。そうですね。あまあでもそのぬいぐるみに語りかけないようにね、暗くして鬱になっちゃったらダメだよ、ね、頑張って話し相手はいるって、まあ、話し相手なのかな、うん、ね、まあ、ペットの代わりみたいなもんだろうね。まあそれぞれまあいろいろね、まあ癒しは違うということでね、はい、もう一つのニュースをすれば、はい、田中が入団会見をしたんだよね。はい、田中俊太ですね。はい、なんて、環境が変わることはチャンスと捉え、うん、チームに貢献できるように頑張りますと意気込みを語ったそうですね。まあ、まあ、取っつけたようなコメントだけどねまあだけどその4日でね、こういう記事も出てた、4日でも決めたと、すぐ速攻で決めたというのは、やっぱこう、まあ、もちろんバッティング、守備もそうなんだけど、走塁の部分が大きかったかもね、はい、記事を読んでるとね、はい、でもうずっと俺、DeNA に足りないものは走塁だっていうふうに言ってたのが、はい、やっぱ田中がもしレギュラーを取るようなことになると、はい、走塁の上手い選手が、そのメンバーに入ってくるという意味では、はい、すごいいい戦力を取ったというふうに思うんだよね、はい、だからまあショートかセカンドか、まあおそらくセカンドだと思うけど、はい、争っていくのはね、うん、頑張ってほしいと思いますよね、はい、うん、まあおそらく梶谷は巨人で FA で行って、うん、レギュラーで最初は出ると思うしね、はい、で田中も、ね、負けずにレギュラーのポジションを取って、まあ、頑張ってほしいと思います、はい、ね。まあ、月曜日はこんな感じでね、いろんなニュースをピックアップしてお話をしていきたいと思います。はい。はい。